毎度アップデートのたびにやっております新曲のアーキアの情報を見ていくっていうコーナーなんですけど、新曲のこれプレビューが出てるんだけど、これね、若干ね、これね、ちょっと若干ここ見た感じ、新曲じゃないっぽいんだよね。この動画も一旦あるんだけど、それより先にツイッターとかではまだ公開されてないんだけど、新しい情報の方がこちらのフォーゲーマーさんの方が、出しているので、ものすごい広告の例ね。ものすごいフォーゲーマーさんが出して、あ、これね。そう、こちらの新曲情報っていうか、載ってるかどうかわかんないですけど、とりあえず新しい情報の方を見ていこうかなと思っております。公式、リークとかじゃないからね、これは。モバイルゲーム開発、あ、そう、ロワイロさんね。お アントン・プリダトコ、これガイさんの本名でしょ、これ。俺なんか好きなんだよね、この本名。アントン・プリダトコ、めっちゃ好きなんだよ、個人的に。T. アイコの生みの親ですね、T. アイコっていう、すごいオリジナルゲームがあるんですけど、ガイさんの、もう誰も見たことがないようなオリジナルゲームがあるんですけど、T.I. 子ってちょっと画像載せとくんですけど、いやー、ブラックフェイト以来、プレイヤーのコミュニティでは今後の展開、いろいろなんか、フォーゲーマーさんが、いろいろと書かれています。アーキア知らない人にも分かりやすいように文章が書かれていて、あ、そう、こちら。今回のアップデート4.0では、アーキアの物語が完結を迎えるにあたり、すでにゲームプレイされている方にも初めてプレイされているかの楽しみでいただけよう、ファイナルバーディクト、以前のメインストーリーを期間限定、定でいただけるバンドル版を。あ、そうなんだ。へえ。あ、なんかもう画像出てるじゃん。で、これ何これ。あ、何これ。何これ。なんか黄色い枠が。これは何ぞや。ちょっと待って、これは、しかもなんか、なんか若干新曲。あ、違うわ。全然アンタゴニズムじゃねっていう説。アンタゴニズムじゃねっていう説ある。あ、全然アンタゴニズムだ。別になんか特に変わってる様子なくない？こんな背景だっけ？アンタゴニズム久しぶりにやってないからね、わかんないけど、こんな背景だったんだ。ん？これ若干し、お？待って、これ新曲説ない？あ？待って、これ新曲説ない？あ！テディロイド、マジで？テディロイドなん？新曲。これ載せちゃっていい？いや、見っか。テディロイドなん？新曲。ちょっと、マジか。テディロイドってあれやね、アドのさ、アドのピ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 エロの、違う、アドの、アドと夜、違う、アド、あの、あの、アド、違う、あの、夜、あの、アドのピ、アドの、アドの夜のピ、アドの夜のピエロの下やんな、確か。違ったっけ？ジャケットかっこいいね。ちょ、ガビガビやけど、画質が。アドの夜のピエロのリミックスの人ですよね、テディロイドさんって。いや、マジか。いや、すげえけど、めっちゃこんなん見ちゃっていいの？いっか、別に。普通に、結構ね、いっか、別に。もう僕は全然いいんですけど。で、あ、これかな？これもなんか文字とか書かれてないから、なんか解禁しなきゃいけないとかなんか、メインストーリー、クロニクル？なんか文字とか書かれてないってことは、なんだろう、これは。で、ポテンシャルが616っていういい感じの数字になる。何これ？よくわからない。新たな楽曲について。あ、これなんだろう、出んのかな？来月7月7日のアップデートによりいいですね。七夕ですね。ファイナルバーディクト以外の新たな楽曲が4曲追加する。あ、ファイナルバーディクト以外の新たな楽曲ね。そのうち3曲がゲーム内無料でアンロックでき。そうなんだ。無料なんだ。さらに、モリモリやつしによるプッパがゲーム内のメモリアーカイブから購入できるような。毎回これはあれだね。前回のさ、3.0でいうとこのアルテール枠なのかな、このプッパは。プッパね、ピューパー。ピューパはまあ普通に、やっと追加かぐらいの感じですけどね。BBKK、BKK とかね、早く来てほしいですけど。無料3曲結構熱いね。でもさ、なんか3.0の方がワンチャンボリュームすごかった説ね。ちょっと、いいか。あんまこういうの言うのよくないね。コースモードについて、何これ、コースモードって。アーキャでメジャーアップデートのたびに新機能を追加していましたが、今回も例外ではありません。今回のバージョン4.0では楽曲やキャラクターをお気に入りに登録できるようになったもの、前までできなかった。なんか星マークあったよね。モバイル全体のビジュアルを刷新しています。コースモードはボスラッシュのように、4曲、これ絶対あれじゃん。なんか指定の4曲追加してやると変な曲出るとか、そういうアノマリー出る的な、そういうのあるじゃん、絶対。連続して挑戦していく耐久型のモードです。あ、いいね、やっと出てたんだね、そういうのも。秋アップストアおよび Google プレイで配信しています。無料で50曲以上楽しむことができます。あ、そうなの、もう無料で50曲もできるんだ。半分以上は有料ですけどね。またゲームを進めることで、さらに多くの楽曲が無料でプレイできるようにしてます。あ、なにこれ？え？なにこれ？なんか、この X ビデオみたいなことある？
ちょっと高画解像度でちょっと見てみようかなっていう、情報でございます。ちょっとこれなんか X ビデオみたいなやつ、ちょっと見ていい？どういった、これ普通に言う、つべのリンクぶっ飛ばされるだけじゃねって説。ちょっと待って、見たい？ちょっと静かにして、これ新曲出ないのかな？今のさ、フォーゲーマーさんのやつ書いてなかったってことはさ、出ないですね。いくよ。どういった感じっていうか、普通にこれさ、なんか気持ち悪いから YouTube で見ていい？気持ち悪いわ、なんか画面のサイズが。で、ちゃんとバロランチの広告がしっかりと入ってバくロる。ちラょっとうントるのキさャいラクターね。は。いきます。気になる？どういった、うるさい、うるさい。なんか歌詞がついてる。目覚めてからどれほど遠くまで来たかしら。めっちゃ取り荒らす。どれだけこの世界に対して無駄な抵抗を稼ぎで、何これ。なんかシンギュラリティみたい。それでも私たちは出会えた。もう一度笑顔を思い出し、新たな可能性だと言ったんだ。うわ、かっこいい。けど真実、かっこ仕組みやすい。あれ、これなんかさ、このふざけた筋、なんかこれチームグリーンバーっぽくない？曲が。音えぐくない？歪んだ道の果て、輝きの終わり、終止符はいその手の、かっこいい。なんかその辺の映画よりなんか良くない？予告編。これさ、この辺のさ、音がめっちゃさ、チームグリマラ、あとこれめっちゃシンギュラリティみたいじゃん、これ見て。なんかシンギュラリティ感すごくない？かっこよ。ここかっこいいよね。ここちょっとこれイラスト見よう。これ絶対新曲のジャケットじゃないの。すごい。けれど真実は先だ。これかっこいいね、この演出。これさ、で、しかもさ、ちょっと待ってね。この辺ね。この辺ちょっと待ってほしいんだけど。いや、この辺なんか、すでにここもそうなのかもしれないけど、この辺でちょっと一回止めるね。いくよ。ちょっと待ってね。あれどこだ？止める場所があるね。この辺、この辺。この辺かな？なんかさ、今までの MV に登場したガンツみたいな、何？これがアーキャの世界なんだ。このいろんなあるのが。じゃ、なんかさ、今までのムービーに登場したさ、なんかヴィンディケーションのめっちゃあれに似てるやつあったんだって、今。どこだっけ？なんかヴィンディケーション、なんか、ヴィンディケーションみたいなとこあるんだって。今のここね。なんか、クマさんの、ほらほらほら、なんか、クマの声と一緒にさ、なんか、これ登場するの、これ聞いて。なんか、今のところさ、ヴィンディケーションっぽくない？これなんか。懐かしいね、これ。久しぶりに見たわ。ここ最初見てて、ほら、めっちゃヴィンディケ、てか、めっちゃ使い回しじゃん。これよく、他のとこもどうかあるのかな？めっちゃ使い回しやんけ。まあいい、まあ、全然いいんだけど、これ他もさ、じゃなんか、どっか気づいてないんだけど、あったのかもね、もしかしたら。かっこいい。多分この辺はオリジナル、ね、めっちゃこのチームグリマの音っぽいんだけど。いや、むっちゃかっこいいけど。すごい。凝ってるね。でも新曲は出ないんだね。まあいいんだけど、なんか初めてこういうアーキャのなんかこの、何？ガチガチのストーリー演出みたいな、なんかこの予告編みたいな初めて見た。今まで新曲のプレビューとか見たことあるけど、プレビューって感じじゃないもんね、なんか。こんな感じだ。へえ、これか。こんな感じなんだ、コースモードみたいなやつ。これワールドモードなんだ。これなんか若干 UI 変わってる？ん？若干 UI 変わってる。何これ？こんなんもあると。なるほど。おもろそう。普通におもろそう。これさ、しかもさ、見て、難易度、多分変わるんだよね。しかもなんか若干、なんか UI 変わってるけど、ちょっと前の方がよかった。これなんかさ、前の方が、こっちもこっちおしゃれなんだけど、ちょっと前の方がよかった説ある。これさ、ハイブマインド10になってるってことはさ、むちゃくちゃ下手くそやん、この人。ハイブマインドが10になってるってことは、これ難易度も変わんのかな、また。そっか、ツイッターでは何も特に言われてないのか。ツイッターでは動画が投稿されたり、このガンツみたいな動画が投稿されただけね。
岸田やめろ、いいねこれ、ハッシュタグ岸田やめろ。いや、そっか、じゃあさ、あれか、曲とかまだ全然出てないんだ。いやー楽しみだけど、いや結構遠いな、再来週か、しかも7月7日って。まあいっか、まあ楽しみや、楽しみなりに撮っとく。で今回絶対新曲のさ、あの隠し曲がどうせなんか3曲ぐらい来るんじゃない。もう光サイド、対立サイド、でも合同サイドみたいな、もういろいろ来るんじゃない。いやもう本当に楽しみにしてるから、もうぜひ期待裏切らないように、もう本当にもうすでに裏切ってないですけどね。なんかもういろんなテディロイドの時点でもう僕は最強だと思ってるんですけど、いやワンチャンアド来ないなんか急にアド、いや来ないね、うるさいね、ごめんね、うっさい、うっせえな、うっせえばな、ごめんな、申し訳ないんだけど、いやそんな感じで新曲情報チロッと見る回でした。いや本当に楽しみですので、ぜひ、ガイさん、アントン・プリタトコさんとプリタトコさん、大好きなので頑張ってください。はい、以上終わります。さよなら。